皆さん、こんにちは。現在は、車のパワーユニットも大きく進化し、多種多様です。そうしたエンジンの歴史には、必ず始まりとなったモデルが存在しました。そこで、今回は昭和の時代に誕生した日本初のエンジンを搭載した車をご紹介します。1. ホンダ T360。 ホンダは F1 に参戦するのと並行して四輪車の開発に着手し、1963年に同社初の四輪車が誕生。その記念すべきモデルが 360cc エンジンを搭載したセミキャブオーバー型軽トラックの T360 です。 T360 が搭載したエンジンは、当時としては驚異的なメカニズムの 360cc 水冷直列4気筒 DOHC で、これが量産車では日本初のDOHC エンジンでした。なぜ軽トラックに DOHC エンジンを搭載したかというと、並行して開発していたスポーツカーのスポーツ360がお蔵入りとなり、これに搭載していたエンジンしかなく、新たに開発するのはコスト面で負担が大きいという判断があったということです。当時の軽トラックは20馬力から25馬力ほどの出力が一般的だった中、T360 は4キャブレターを装備し、最高出力30馬力を発揮する、まさにレーシングカー並みの高回転高出力エンジンでした。しかし、軽トラックに精密な高回転型エンジンを搭載したことは、ユーザーニーズに反していたことは一目瞭然で、 T360 の販売は低迷。1967年には 360cc 空冷2気筒 SOHC エンジンを搭載した TN360 にバトンタッチする形で T360 は生産を終了しました。 2. トヨタクラウン8。高級車のエンジンは大排気量の多気筒エンジンというのが通例でした。その要求を満たすエンジンを搭載したのが、1964年に発売されたトヨタクラウン8です。クラウン8は2代目クラウンをベースに、全幅とホイールベースを拡大したショーファードリブンカーとして開発されたモデルで、主に法人の役員専用車やハイヤー向けに販売されました。搭載されたエンジンは国産乗用車初の V 型8気筒で、排気量 2.6 リッターから最高出力は115馬力を発揮。エンジンブロックなどがアルミ製とされるなど、先進的な技術も導入され、軽量化とともにスムーズな回転と高い静粛性を実現しました。ボディサイズは現在の水準でも大型と思えるほどで、2代目クラウンに対して拡大することにより、それまでの国産車にはない威風堂々とした外観と広い室内空間を実現しています。その後、1967年に登場した初代センチュリーにバトンタッチする形で生産を終了。クラウン8の総生産台数は3834台でした。 3. 日産430型セドリックフロリア。国産車で初めてターボエンジンを搭載したのは、1979年に発売された日産430型セドリックグロリアです。ターボは大気圧以上の圧力に圧縮した空気をエンジンに送り込むことによって、出力向上を図る装置で排気量をアップするのと
同じ効果が得られるというものです。430型セドリック・グロリアに搭載されたエンジンは2リッター直列6気筒 SOHC ターボの L20ET 型で最高出力145馬力を誇り、同社の 2.8 リッター自然吸気エンジンと同等の性能を実現しました。1989年の税制改正以前は3ナンバー車の自動車税が3リッター以下で8万1500円と非常に高額だったことから、2リッター車で3ナンバー車並みの出力を発揮できることは経済的にも優れていました。技術的にはまだまだ改良の余地がありましたが、 L20ET 型の誕生によって1980年代にはターボエンジンの急速な普及が始まりました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。